Hi, this is Kalin's channel. みんな夏休みどうしてるかな？私はもうすぐ終わります。8月の中旬から学校が始まります。私、猫がとっても好きなため、日本に帰るときは猫カフェに通ってます。行ってます。去年の夏休み日本に来たときに猫カフェに一回行ったら、もうハマっちゃって、これはやばいぞと思って、もうそこからシンガポールの猫カフェ行ったし、ここに来るたび猫カフェは行ってます。私が一番気に入っているのは猫カフェモカっていうところなんですけど、その猫カフェモカは渋谷、原宿、池袋などいろんなところに店舗を出していて、私はよく原宿じゃなくて、待って、やば、何これ、やば、出てるパピコ、やば、パピコ振り回してたら漏れるっていうことに気がつきました。私はよく渋谷の猫カフェモカに行ってたんですけど、今年初めて原宿の猫カフェモカにも行ったので、原宿 vs 渋谷2つを比べていきたいと思います。原宿の方は原宿駅から徒歩2分ぐらいで着くのでとても近いです。表参道口っていうところから出て銀だごとかそこら辺の近くにあります。渋谷の方は渋谷駅から徒歩5分ぐらいでセンター街を通ってブックオフとかそういうちょっとダイソーとかちょっと向こうの方に歩くとあります。両方の猫カフェは大きいビルの上の階とかにあるので、まあ見た目からは分かりにくいけど看板とかで出てますし、インターネットで調べたら場所は分かります。同じ猫カフェなので両方とも10分200円の料金で、ドリンクバーも350円ぐらい。広さの方を比べると原宿の方は1階だけなのでワンフロアでちょっと狭いです。渋谷よりやっぱり駅の近くとなるとそれぐらい猫が密集している感じです。一方渋谷の方は2階になっているので、階段の方に猫がいたりいろんなところに猫がいるので混んでいても、猫の数は原宿の方は16匹で渋谷の方は23匹です。今の時点ではネットにそう書いてありますけど変わることもあります。でも渋谷の方が広いからやっぱり渋谷の方が多くなると思うし、行った時も明らかに渋谷の方が広くて猫の数も多かったです。私が原宿と渋谷に行った時は両方平日の夕方ぐらいです。原宿の方は外国人のお客様が本当に多くて、原宿の方はスペースがあまりないためエレベーターから出て猫カフェの中に入る段階まですごい時間がかかって列とかいっぱいあって、みんながお会計並んでいるところに手を消毒するところとか靴をしまうところがあったからとても密集していて、混雑が嫌いな人にはおすすめできません。渋谷の方は人が少なくてスペースもあったのでリラックスもできたし、猫を奪い合うようなことはなかったです。原宿の方だとね、いろんな人が同じ猫の写真を撮っているから写っちゃったりしてあまり満足できませんでした。でも原宿の方が便利なので、便利さを取るなら原宿、リラックスなどを求める方には渋谷の方をおすすめします。渋谷の方だと人が少なくてもっとゆったりと猫と遊べます。平日だからまだ良かったと思うけど、祭日だったら夕方とかすっごい混むと思うので、午前とか夜の方がおすすめです。その方が混んでないから、どうせ同じ料金を払うならもっと猫と遊んだ方がいいです。結果的には私は渋谷の方が好きです。もう原宿の方には行きません。人が多すぎです。ご視聴ありがとうございました。27時間テレビのために4時ぐらいに起きたのでクマがあって変なテンションかもしれませんけど、バイバーイ。